はい、こちら神の板、半径12センチの規制のある区域用に作られたものです。今からこちら、セットしていきます。まずこのワイヤーガイド、ここにワイヤーを通してもらいますね。はい、そしてここのくくり金具がこのワイヤーのガイドのこのセンター、このつなぎ目に来るようにセットしてください。そしてあとはしっかり、パイプを保持して引いていきます。最後まで入りました。でここについている付属の長ネジでしっかりとパイプをロックします。はい、こんな感じですね。はいはい、とりあえずそれで1回ね。はい、こんな風にセットできました。これを、この台座の上にちょうど入るようになっていますので、こんな感じでこれセットしますね。はい、今からこれを、作動させてみたいと思います。はい、こんな風にしっかりと保持されてますので、このように使ってください。